3, 2, 1, 0.5月27日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます。店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。5月28日、今日は交番の日だそうです。ところで、交番って何？夜の挨拶？それは、こんばんは。わかった。夜間の高速バス？それは、夜交番す。そんなことは、どうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用、志、忍び草のご注文、お問い合わせが増えてます。法事、ギフトは、お任せください。乾燥塩昆布で、お茶漬けサラサラ。ちょっと、飲みすぎた、次の日の朝には、こいつが、一番です。とてもあっさり仕上げ、乾燥塩昆布でお茶漬けサラサラ。あなたもやってみませんか？店長、まっちゃん嬉しいことがあったから飲むって。あんた毎日飲んでるやん。